はい、どうもショピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。いや、年末年始ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は相変わらず家の中でずっとなんかいろいろ作業してます。もう帰省ラッシュも終わったかなという感じなので、ちょっと久しぶりに外行きながら家をお届けできたらなと思ってます。で、今午後3時なんですけども、ちょっと小腹が空いてきましたので、出かける前にちょっとこの餃子を食べたいと思います。ちなみにこれはスーパーで100円で買ってきたんですよ。そう、節約飯みたいな感じですね。はい、ではいただきます。うん、生きててよかった。幸せです。よし、それでは準備ができましたので出かけたいと思います。楽しみ。はい、秋葉原に着きました。人はまあそこそこいるっていう感じです。そうですね、ちょっとお土産を買っていきたいので、よし、まあこんな感じでいいですかね。はい、ありがとうございます。今年お世話になった取引先の方にこれをお渡ししたいと思います。まあちょっと物は雑ですけど、まあ、気持ちは伝わればいいかなっていう感じです。はい、ということで挨拶が終わりました。なんか本当に年が終わるんだなって感じがします。本当はこう全員にちゃんとこういろんな人に挨拶のちょっと言葉を伝えたかったりもするんですけども、ちょっとあの時間が足りなかったので、はい、今回はちょっとはい、いや本当年末ですね。じゃあ今から、まあ、用事は終わったんですけども、あとはちょっとヨドバシにですね、あの電動歯ブラシを買いに行きます。ここら辺ですかね。あ、でもあえて電動歯ブラシじゃなくてこういう水で歯磨くっていう、これもありですね。受け狙いとして、はい、お願いします。はい、お土産もゲットしましたので、じゃあ帰ります。はい、やっぱり東京駅に来ました。いや、それにしても海外からの観光客がめちゃくちゃ多いです。いいですね、なんかこの久しぶりな感じ。あ、東京はいいですね。なんとなくですけど年の瀬っていう感じがします。また独特の雰囲気です。いや、いいですね。本当にここら辺一帯はめちゃくちゃ綺麗ですし、すっきりしてますし、静かなんですよ。やたら静かなのでめちゃくちゃ気持ちが上がります。正直全然実感なかったんですけど、こうやって外に出ていろんな人を見ていたら本当に2019年終わるんだなっていう実感が湧いてきました。はい、もう2020年になっちゃうんですね。皆さんは2019年どんな年だったでしょうか。僕の場合はまあベタベタですけども、人との出会いが多分人生で一番濃かった日、年だったと思います。オフ会やったり勉強会やったり、こうしてライブ配信やったり、いろんな人といろんな形で巡り合えることができました。で、2020年はどういう年にしたいかって言われると、僕が会社員をやっている時にずっとこうなんか違うと、人生こんなはずじゃなかった、でもどうしたらいいかわからないっていう感じでずっとモヤモヤしていたので、2018年も2019年もそして2020年もですね、変わらず過去の苦しんでた僕と同じような人をどんどん救っていきたいなというふうに思います。そんな格好をつけて言うつもりじゃないんですけども、でもやっぱ僕がその会社員でモヤモヤしていた時から抜け出せてこういう今の状況になれたので、そのなんかノウハウというか道というか、そういうのを2020年もどんどんシェアしていきたいなというふうに思います。ただなんか真面目ぶってこう語ってしまうと自己啓発とかビジネスみたいな感じになっちゃうので、そうあくまでもブログスタイルで、僕のそのライフスタイルを見せていくっていったところは変わらずに楽しみながらシェアしていきたいと思います。
でもこうやって画面越しですけども、今年も1年ありがとうございました。また来年もですね、もっとこう見てくれている人との距離を近づけていくために、オフ会とかいろいろこうイベントとかってやっていくつもりなので、もしそれを開いたらですね、ぜひ参加してくれたら嬉しいです。はい、まあ、もっと他に伝えたいことはいっぱいあるんですけども、とりあえずもうこの動画では今年1年間本当にありがとうございましたという気持ちですね。はい、今はまあここで都内で撮影しているので、いろいろこう周りの目とか気になって、あまりこう気が散って言いたいことがあんまり言えてないと思うので、もうちょっといろいろこうブログとか、まあいろいろ場所を取りながらですね、またこの後なんか言いたいことが思いついたら、またその都度撮っていきたいと思います。はい、じゃあちょっと寒いので、一旦帰ろうかなというふうに思うんですけど、まあ、でもせっかくこうやって外に出たので、久しぶりにちょっとあそこ行きましょう。はい、羽田空港に着きました。あー、めっちゃすっきり空間ですね、ここは。2019年もいろんなところに連れてってくれましたね。なので来年ももっといろんなところに行って、そういろんな絵を皆さんにお届けしたいなっていうふうに思います。そう、僕は知らないところに行くのが大好きなんですよ。なので来年はもっといろんなところに行けるように、 そのために何をすればいいのかっていうのを、じゃあここでせっかく遠くまで来たんでメントレしてから帰ります。はい、ということで終わりましたけども、いやー、なんかやっぱメントレ大好きですね。もう2時間ぐらいやってましたけど、多分6時間ぶっ通しでもできます。はい、それぐらいメントレ大好きなんですけど、今夜の10時ぐらいになりましたので、もうそろそろ帰りって、明日の準備をしたいと思います。もう今日も1日終わってしまうということで、1日終わるの早いですね。なんか多分この調子で2020年もあっという間に終わっちゃう気がします。なので本当一日一日を大切にしながら2020年は進んでいこうと思います。よいしょ、はい、帰ってきました。おお、ただいまーす。はい、ということでお風呂から上がってさっぱりしてきました。来年皆さんもこうしたいとか愛したいっていうのはあると思うんです。でそれに向けてやると思うんですけど、1月1日から何かガラッと変えられはしないと思うんですよね。多分僕のこのチャンネルも1月1日からじゃあ何か思い切り変わるかってことはないと思います。でもこう目標に向かってフォーカスを来年もしていくので、そう、確実に来年も変化があったねっていう年に皆さんでしたいと思います。来年もその僕たちがこう大事なことにフォーカスをできるように、そういうミニマリズムだったりメントレだったりお金とかですね、まあいろいろこうフォーカスするためのそのポイントだったりノウハウとかっていうのは、まあ楽しくブログスタイルで来年もシェアしていきます。ということで、まあ別になんかこうカッコつけて何か言うつもりはないですけども、今年も本当にありがとうございました。はい、また来年もですね、引き続き楽しんで見てもらえるようなそういう動画をシェアしていきますので、楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということで、以上ですね。言いたいことは以上かなというような感じです。はい、ということで、今年も動画をご覧いただきありがとうございました。